はい、今日は尼崎市の新築戸建てをご案内させてもらいます。新築戸建てでなんと価格は2280万円、めちゃめちゃ安いです。ほな中見に行こうか。まずはガレージ、 SUV でも今流行りのワンボックスでもすんなり入ります。そして玄関入ってまだ新築なんでめちゃめちゃまあ当然綺麗ね。でこれが下駄箱で、この横に玄関になんとクローゼットついてます。でから奥行きますと、はい、洗面とお風呂です。洗面があってお風呂は1616なんで、結構足伸ばしてゆっくりお風呂入れます。今の家賃とも比べてみてください。結構お安い値段になってると思います。で洗面、洗濯パンついてますね。はい、その次がトイレです。トイレも結構広いです。手洗い場も横にあるんでおしゃれやと思います。で今から2階に上がります。2階に上がって、まずはバルコニーから行きます。はい、バルコニーの景色がこんな感じです。はい、この次が、はい、LDK14畳で、キッチンもすごく収納がいっぱいあります。見てください、この収納。システムキッチンなんで、はい、食洗機もついてます。はい、物めちゃめちゃ入るねこれ。はい、この次がこの物件、カップボードがついてるんで水屋と何にももういらんかなっていう感じなんです。で3階行きます。まずは右曲がって、はい、洋室 6.4 畳です。日当たりも結構いいと思います。でクローゼットもついてるんで、もちろん奥行きもあるんで結構物は入るかなと思います。はい、続いて奥行くと洋室 6.4 畳、新築やしやっぱりめちゃめちゃ綺麗です。もちろんクローゼットはありますね。今賃貸にお住まいの方、家賃とちょっと比べてみてください。新築で月々この値段。ご視聴ありがとうございました。